この番組は人と自然と響き合うサントリー。矢崎創業、豊年コーポレーションと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。空気が澄み渡っています。静岡県清水市。夕暮れのその駿河湾の向こうに、うっすらと富士山がちょっと雲に隠れていますが、浮かび上がっております。Jリーグの第1ステージ第8節。これまで4勝3敗5位のエスパルスが現在3勝4敗8位とちょっと低迷している横浜マリノスを地元ここ日本平に迎えて今日も満員御礼のスタジアムです。解説はセルジオ越後さんです。おなじみです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マリノスがですね今ちょっと私申し上げましたが、はい、3勝4敗でちょっと苦しんでますよね。そうですね、出足が良くて途中でねPK 負けとかサドンデスとか結構行き詰まってるなという部分があります、はい、特に攻撃的にまだまだ調子が出てないですね。そうですよね。ただマリノスの底力というのはあるわけで、これからどういう巻き返しがあるか、地元のエスパルスとしてもですね現在その調子が上がらないからといって侮れる相手ではないと思いますけども。そうですね、この試合は非常にこの折り返す前にね、非常に順位として、勝ち越しとくことはすごく大切じゃないかなと思うんですね。はい。怪我人というのが各チーム出てまして、エスパルスはトニーニョが欠けていると。それから特にマリノスの方は4人ほど怪我人がいまして木村、水沼この辺りはいないんですが今日の見どころというのはどの辺にあるんでしょうか。そうですね、両チームがね、やっぱり攻撃的に欠けているところがちょっと残念だなという感じがしますね。はい。マリノスもやっぱり作る側の選手がいなくて非常に攻撃に苦しんでいる。その攻撃が出ないのにバックが守ればいいのに攻撃に参加しようとして逆襲されるっていうね、はい、逆にエスパルスというのはやっぱり最後のエースストライカーが怪我して ねすぐ使えない、あるいは安投手がまだ戻らないという、やっぱりどっちかとしたら両方とも攻撃的にちょっと欠けてるなという感じがありますね。そうですよね、はい。そうした中でチームがどういうふうにこれからまた新たな形も作らなければいけないでしょうしね。そうですね、この試合はその前期だけリーグ裏なおだけじゃなくて、両チームがね、折り返してどうしていくかということに大きくこう見えてくるじゃないかなと思いますね。そうですよね、はい、エスパルスとしてはここで勝って5勝目を挙げたいところ、そしてマリノスとしてはここで勝って4勝4敗の五分の星に戻して後半にいい形で折り返していきたいというところだと思います。夕暮れの静岡県清水市日本平運動公園球技場で行われますエスパルス対マリノス、まもなくキックオフです。リザーブが管理なんだ、バスに乗った。どうしてさ加藤君ってまた来ないの。ファックスしたんだけどね、なんか忙しいみたいよ。これってミス割りなんだ。そうなんです。天然水使用私帰ろうかな。そうする。ベリースッキリ管理ザーブ新登場。これあげるわ。友の会やめる。そうする。しましてまもなくキックオフを迎えます。 J リーグサントリーシリーズ第8節エスパルス対マリノス。右に陣地を取りましたエスパルス、左から右に攻めます横浜マリノスです。まだ完全に日は暮れかかっておりません。遠くの山がうっすらと見えております。今キックオフです。エスパルスとマリノス過去の対戦は1勝1敗。ナビスコではこのエスパルスが勝利をものにいたしました。しかし天皇杯の戦いではマリノスが延長戦の末このエスパルスを破っております。またプレシーズンマッチでも1勝1敗5分の星ということで今日はある意味では一つの決着をつけたい両チーム。さて越後さん、はい、先ほどもちょっと触れましたがね、はい、怪我人の多い中でどういう風な戦いをするか非常に注目されると思うんですがね。そうですね、8節でも結構ね、ピークに来てると思うし怪我人も両チームも出てますしね、はい、その中で、この中でどっちがね、先に後半に向けて飛び出すという大事な試合と思いますね。そうですね。さあここでフリーキックを得ましたエスパルス。このフリーキックの後で両チームのメンバーをご紹介したいと思います。もちろん右サイド沢登りが蹴ります。一つの前半立ち上がりチャンスを迎えましたエスパルスです。
ゴール前、長谷川エドゥがいます。まっすぐ速いボール、松田が飛び出しました。それではメンバー紹介いたしましょう。ホームチーム清水 FC エスパルスです。ゴールキーパー真田、ディフェンダーがマルコ、内藤、堀池、平岡、まあ、いつもと変わらぬメンバーであります。ミッドフィルダーが、大江野木、エドゥ、杉本、沢登りと4人入ります。そしてフォワードは長谷川と向島、2トップでヘディングを組みます。エスパルス、片や横浜マリノスです。ゴールキーパー日本代表の松永、ディフェンダーが4人で平川、勝也、井原、今日はそして小村が入っております。ミッドフィルダー6番の小泉からエバートン、そしてビスコンティ、ラモン・ディアスと3人のブラジルトリオが入ります。そして10番の山田までがミッドフィルダー、ワントップで三浦が残るとこういう形になっております。いわゆる4-5-1という形になりますね。そうですね、まあ、山田君あるいはビスコンティあるいはディアスがね、はい、まあ、はっきりトップに三浦君だけじゃなくて、まあ、かなりこう入れ替わって相手のバックラインを混乱させようとする作戦と思いますね。そうですね、はい、非常に苦しいチーム状況の中で、まあ、いろんなことをトライしてまいります。マリノスの清水秀彦監督、ちょっとその表情も曇りがちではありますが、まあ、とにかくこの厳しい日程の中でなんとか勝ち抜いていかなきゃいけません。さあ、ボールをカットしましたのは大江の背番号5番、そして長谷川健太にスルーパスをつなぎたいところですが、その前に防ぎました4番の井原、日本代表リベロ。井原の動きはやはりさすがに切れ味があります。今ビスコンティがちょっと倒れましたね。はい、あこちらそうですね、はい、センターライン付近です。小江野君とこうボールの奪い合いした時に、まあ、無意識で小江野君の手が多分目に当たったじゃないかなと思いますね。顔を抑えてますね、はい、ちょっと痛そうなビスコンティ、背番号8番。さあ、この位置からのスローインです。フリーになっています。大柳直接、おっとシュートを狙いに行ったのか、足にうまく当たりませんでした。バウンドが合わなかったか。大柳、これまたエスパルスボール。まっすぐ縦にボールを出します。ボールの奪い合い、向こうのタッチに出ました。現在4勝3敗、勝ち星が1つ先行しているエスパルス。前節のジェフ戦ではまたまた延長戦、なんと3回目の延長戦でサドンデスで蹴りをつけました。その決勝ゴールは9番の長谷川健太でありました。これは8番の杉本、一旦ボールを中盤まで戻します。大柳スルーパス、いいボールが通った、これはオフサイド、オフサイドの旗がさっと上がっております。飛び出したのは長谷川健太、おっと沢登りですね、10番の沢登りが飛び出しました。さて、両チームのこの試合前の表情をちょっと伝えてもらいたいと思いますが、一気アナウンサー。はい、まずエスパルスサイドレオン監督なんですが、試合前ディフェンスの面ではとにかく前線から早め早めのチェックをしなさいと、攻撃面ではサポートを厚くしてとにかく落ち着いてプレーするようにということで、特に今日相手がマリノスだからということを意識した指示というのは出なかったようです。一方のマリノスと清水監督、試合前のミーティングでは長いシーズンなので負け越しているのを忘れてチーム全員で自分たちの原点に戻ろうという指示が出ました。特にリードされた場面で冷静さを失ってバランスを崩すことがあるので、ゾーンのバランスをもう一度立て直して組織的なサッカーをしようという指示が出ていたようです。以上です。はい、さあ、ご覧、今リポートの間に真田がなんか思い切って外へ蹴り出しまして、まあ、真田も過去何度かちょっとこう痛いミスというのがありましたけれども、今は迷わず、スタンドの方に大きく蹴り込んでボールを戻しております。まあ、清水監督の方は自分たちの原点に戻ろうということなんですが、まあ、ここでボールをカットいたしました。マリノス右サイド、勝也からボールが出ます。ビスコンティへ、ビスコンティ、これは選手が倒れました。倉岡が倒れました。その前に旗が上がっておりまして、オフサイドでしょうか。いや、ファールですね。ファールですかね。ビスコンティがちょっと引っ張ってましたね。平岡を引っ張りましたか。はい、はい、ファールです。ヒールパス、これがまだ生きています。エドゥの胸に当たってタッチを割りました。現在4得点というエドゥ、まあ、なんだかんだ言ってエドゥがですね、はい、4点を取りましてね、かなり
出てきましたね、得点争いにも顔を出してきましたけど、特にあの混戦になった時にね、あのゴール前のエドゥ その得点の能力が非常に高いなという感じがありますね。はい、まあ、それまでトニーニョが3点取ってまして、まあ、現在トニーニョはですね、母国ブラジルへ帰って、まあ、来週の頭にも再び日本にやってくるそうですけれども、いずれにしても全十字靭帯断裂ということで、おそらく早くても復帰は10月の後半ぐらいではないかと言われております。その穴をどうやって埋めていくかエスパルス。さあフリーキックです。フリーキックはエスパルス、距離はおよそ22、3メートルというところでしょうか。けどもいい位置ですね。はい、マルコがいますね。マルコが蹴りますかね。はい、まあ、マルコかエドゥですね。2人いますね。なんかエドゥがいけそうな感じがしますね。エドゥでしたら左足、壁を作りますマリノス。まあ、右足と左足が並んだ時にキーパーとしてはポジション取りにくいですね。あ、そうですか。どちらが行くか。お、マルコが行った。マルコが行きました。ちょっとボールが浮きました。この人キック力はあるんですが、コントロールが今一つという感じもあります。そうですね、ちょっとゴールキック気味に出ましたね。そうでしたね。はい、結局蹴ったのはマルコですが、ボールが浮きました。これは井原です。4番日本代表リベロ、そしてその手前が瀬川健太で、まあ、フルスとの今日は戦いということになりますが、まあ、満身創痍で膝を痛めて、その西さんを飛び出してという形になったわけですけれども、現在は堂々とエスパルスのキャプテンを張っております長谷川。その長谷川が前節で1点、待望の1点を挙げました。そうですね、そう見ればエスパルスで、まあ、長谷川君が怪我で戻ってきて、その後あの江野君が膝また痛んで、はい、江野君が戻ってきたら今度トニーニョですね、なかなかこう本来 の, そのベストメンバーがね、誰かが怪我して欠けているところが残念ですね。そうですね、まあ、こういった厳しい戦いですので仕方のない面もあるかと思います。またカットしました。6番の平岡、ハーフウェイラインからもう味方の陣地には持ってこさせないぞというような感じでタッチラインを割っております。背番号3番は勝谷、横浜マリノス。ちょっとこのトリコロールのユニフォームが心なしかちょっと元気のないような感じを受けますけれども、左サイドは杉本。マリノスはですね、越後さん、はい、この過去4試合で1点しか取れてないんですよ。過去4試合で1点。そうですね、それでバックラインのその焦りを誘って、あの井原君あるいはその手伝いに点取りに行こうとしてね、で逆襲されて負けてる試合が結構あると思いますね。はい、やっぱり木村、水沼、まあ、ディアスの点取るっていう仕事としてなかなか出てこない、まあ、非常にその点取るマリノスとしたら非常に このシーズンは苦しいって感じしますね。そうですね。さあ大江の木が中盤でボールをカットして、そのままドリブルで持ち込む。大江の木いった。さあそれはこれはチャンスだ。チャンスだ。まだこぼれている。まだこぼれている。クリアしたのは井原がクリア。しかしまだエスパルスボール。堀池前に出てきています。ゴール前必死に守るマリノス。これは杉本のセンターレング。ゴール前混戦。おっと向こう島。いやすごい攻撃ですね。マリノスの選手が2人重なって倒れています、はい、あのエドゥワントラップしたんですけどね、あそこはむしろもしダイレクトで蹴った方が良かったかもしれないですね。そうですね、まあ、トラップがねちょっと大きくなりましたね。はい、まあ、それにしてもその前に体を張って入ってきましたね。ホームらしいお客さんの応援を背中に背負って、はい、すごい攻撃ですね。最後はこの向こう島のところまで来ましたが、完璧なシュート体制を作ることはできませんでした。それにしてもあっという間に波状攻撃を見せましたエスパルス。大きな声援を背に受けましてエスパルス猛攻を見せましたが、ゴールを割ることはできません。前半は10分が経過しています。さあ右サイド山田センタリング、逆サイド、まだボールは割りました。ゴールラインを割っております。10番をつけている山田、この山田と三浦2人が清水商業出身、この清水市出身であります。したがってこの山田も三浦も相当に
エスパルス戦は燃えてくるとそうです、ね、いうことはあると思います、はい。まあ、あの2人だけはアウェーでやってるという感じしないじゃないかそうですね、声援も自分のところに声援が来てるんじゃないかと、よく考えればそういう感じもしますけどね。それとやっぱりエスパルスもね、はい、あの思い切ったね、あの若手の購入がありますね、はいはい。さあ長谷川健太、直接キーパーのところへ行きました。代表キーパーの増永抑えています。前節待望の1点を取りまして大いに気を良くしています長谷川。まあ、ちょっと遅すぎましたよというふうに本人言ってましたけども、それにしても1点取るということは精神的にかなりこれは変わってくると思います。これがエドゥけども、あの1点だけどもね、ええ、その大事な勝ち越し点ですからね。そうですね、しかもサドンです。まあ、長谷川君も真ん中に入ってからね、ええ、非常にその彼の本来のその少年サッカーからずっと見てたらの破壊力ですね、はい、のその特徴が戻ったなという感じがありますね、おっとこれは激しく覆いかぶされましたが、これはファールはエスパルス側にファールがあったようです。長谷川健太のファール。フリーキックはマリノスです。今日はこの小村範雄が入っております。まあ、ディフェンダー陣の層は厚いマリノス。松永、井原を中心といたしました。そのセンターラインはしっかりしています。その一角を、まあ、狙っていこうという小村。またボールを奪いましたエスパルス。ハイオリでワンタッチでボールをつなごうというエスパルス。ところがオフサイドがありました。ちょうど三浦君が遅れて戻ってるところにね、ボールが出ましたから。なるほどね、はい、三浦文武、清水商業から筑波大学。これボールをキープすることはできませんでした。こういう時に木島君にあと10センチのそうですね上げたいんですね、はい。まあ、ですからゴール前でね、なかなかそのいい体勢を作れないのがこの向島で。ただその縦横無尽に縦横斜め走ってこのリズムを作る。そうですね、これは大きいですよね、役割としては、はい。僕はもう右とか左だけじゃなくて、はい、向島の良さっていうのはもうボールにいかに絡むということだと思うんですね、だからもう少しこうサイドだけじゃなくてもう少しこう動き回ってもいいなという感じがありますね。まあ、本人の話聞いてもやはりそれが自分の特徴なんでね、そういうことをしたいというふうに言ってましたが、さあすぐにセンタリングを上げようというところですが、その前にマルコの足に当たってゴールラインを割りました。コーナーキックです。山田貴博俊足です。また独特のフェイントを持って相手を抜き去ります。まあ、エスパルスとしたらね、この山田君の一つの突破がもしかしたら8割のチャンスを作るということでね、ちょっと山田君を警戒したマークをしなくていけないんじゃないかなと思います、ね。なるほど、はい。さあ1本目のコーナーキックを得ました。マリノス、さあどうだ、ハイボール、逆サイドこぼれていますが、これはゴールキックのようです。エスパルスの選手には当たっていません。速いセンタリング上げましたね。すごいゴールでしたね、あれぐらいいいボール蹴れるからもう少しシュート狙っても得点が上がると思うんですけどね。あ、なるほどね。何かビスコンティがですね、ちょっとこう自分の役割が見えていないというかですね、そうですね、機能してない、はい、それぞれの特徴がチームにまだ噛み合ってないなという感じがしますね。そうですね、だから誰が作って誰が取りに行くっていうね、はい、そういう色がついてないですね。そうですね。おっとこの中盤で長谷川がマシュレに走る、マシュレに走る、シュートを受けるがシュート、バーゴールだ。ボールがこぼれましたが落ち着いて最後は抑えました。松永、ちょっとこれは正面に行き過ぎましたが、長谷川健太の左足、いい位置でボールを取りました。今のはどうですか、シュートコースとしては。いや、左足ですからね、いいと思いますけども、まあ、相手のプレッシャーもかかってきましたし、はい、トップスピードに入ってたからね、これはどっちかとしたら長谷川君はちゃんと枠へ飛ばしている松永君のナイスポジションじゃないかなと思いますね。なるほどね、はい、うまくシュートのコースを読んでベストのところに守っていたということになりますか。やっぱ決定的に、ね、山田君右から、マリノス行こうとしてますね。そうですね、はい、かなり積極的に前に上がっております。
右サイドへのこの展開が非常に序盤多くなっています横浜マリノス。その右サイドの起点になります山田、本来その背番号10番は木村和志がつけているんですが、この若干21歳の誰か警告をされたんですかね。そうですか、警告がありましたか。見たいですね、はい、ちょっと後ほど分かりましたらお知らせしたいと思います。おっとこれはオフサイドなし、オフサイドありません。後ろから激しいタックルで井原がこれをしのぎました。井原しのいでファウルはありません。さあ上り、いやこれはエスパルスのチャンスでしたが、はい、ただねこれは決定的なオフサイドですね。あ、オフサイドですね。ちょっと今先にあのプレーもつけられて、まあ、ライズマンとレフェがちょっと混乱していますね。あ、そうですかね、はい、見たところちょっとオフサイドでしたね。やはりね、そうですね、もう完全オフサイドでしたね、はい。それにしても井原がよくしのぎました。これがビスコンティ、このパスは守りました。思い切ってタッチラインに逃れました3番の内藤です。どうやらイエローカードは平川に出たようですね。そうですね、マリノスの平川です、まあ、イエローカードはエスパルスの色ですから結構なことじゃないですかねというようなことでありますが、あのかなりそのイエローカードもこの激しい戦いの中で各チーム多くなっておりますが、あっとセンタリング、さあ飛び込んできた、これはディアスか。ディアスからのセンタリングですね、はい、ディアスからのセンタリングですね、はい、三浦君飛び込んだんですけども、はい、チェッコが非常に良かったですね、はい、この位置でボールを受けました。ビスコンティからと前にボールをつなごうというところですが、こういうところがね、はい、このサドンデス方式から、今の山田君のね、もうやったら全部チャンス、全部チャンスにね、もう縦がちょっと多くなっているところがね、はい、まあ、こういう激しい試合になっている原因と思うんですね、はい、もう少しこう90分というゲームの中でね、組み立てを作るということを考えてやっていかなかったら非常にこのリーグはしんどいリーグになると思いますね。マリノスの清水監督も言ってましたけども、どうも最近のこの J リーグの試合はですね、中盤がもうなくなっちゃってですね、そうですね、ゴール前からゴール前というので、ね、おっこれはエルーニャは合うか、ありません。だからあの出す側はね、楽で全部展開にすればインターバルが取れなくなりますし、はい、まあ、もう一遍サッカー選手は人間であるという機会じゃないということを選手らが認識してやった方がいいと思いますね。そうでしょうね、何回も何回も縦に出たらどうしても体力に影響しますからね、はい、ですから、まあ、サドンデス PK、サドンデス PK とこういうことを繰り返してますと、もうそうですね、まあ、ボクシングの試合でも2人がもうノーガードで打ち合いしててね、もう途中でもう腕が上がらなくなるっていうね、はい、だからうまくこう繋いでインターバルを取ってまた縦に早く出るっていうね、まあ、そういう形になってまいりまして、まあ、本来のこれはいいセンターに上がったか、しのぎますマリノス。これまた縦一本、さあどうだ、三浦文武、三浦文武スライディングシュートですが、その前にこれはキーパーに足が入ったか。三浦文武も抗議してますが大丈夫ですかね。サラダ倒れてます。サラダがちょっと遅れたんですね、出るのが。さあドクターが駆け寄ります、トレーナーとドクターが駆け寄ります。三浦文武振り切って、内藤を振り切っていきましたが、ちょっとお腹のあたりに右足が入ったかどうか。この間もね、こういうちょっと連携ミスがあったんですけども、要するにもうあの時点でバックパスはないと思って、思い切って早めに出なくていけないと思うんですね。田中君がちょっとね、ベルディ戦もね、内藤君とこう出る出ないっていうね、ありました、そこに武田にやられたっていう部分があったんですけど、はい、今もね、出るか出ないかはっきりしない。だから内藤君ももう思い切って自分でクリアするとかもう出すっていうね、そういう2人でもう少しこう話し合ってもいいなという感じがしますね。あ、そうですか、はい、お互いに何かその味方同士の出方を見ているというような感じもあるんですね。そうですね、はい、ゴールを守ろう出ようかなっていうね、はい、バックパスももらえませんから、はい、あの時点ではね。そうですね、それにしても三浦君足早いですね。早かったですね、はいはい、縦1本の、まあ、言ってみればしかしマリノスのサッカーではないという感じがしますけどね。今のまあアウェーらしい試合じゃないですかね。なるほど、あ、そうですか、はい、杉本右サイドにはエドゥがいますが、
まあ、この 100% 清水の応援、非常に攻撃的に清水が今日いいから、はい、まあ、守って逆襲しようとする前半になるかもしれないですね。あ、そうですね。さあ、エドゥが持っています。エドゥの左足、こちらも左足が得意な杉本。さあどうするか、左一回持っていって、あった、これはここもですね、抜こうとする意識が、まあ、いいとしてもですね、はい、もう少し後ろを見て、もう少しつないでまた入ろうとするね、まあ、自分一人で局面を打開しようと、ね、はい、あまりにもしすぎると結果はより良くないということになりますね。まあ、自分がこう個人技ある抜ける能力あるからね、はい、まあ、どうしてもそうなるかもしれないですけどね、もう少しこうグラウンドを幅広く使ってもいいなという感じがしますね、はい、さあビスコンティからのボール、今日はよく右サイドで絡んでいます山田貴博。ボールはエスパルス。このボールはまだ生きています。今日はスタメンの小村、この内藤のボール、これが通れば面白いボールになります。長谷川左サイド、この辺りは非常に技を持っています。センタリング逆サイド、ちょっと大きすぎた、誰もいませんでした。懸命に向島が追いかけてきましたが、今のは長谷川、おっとこれはまた出ましたね、三浦文武、先ほどと同じような形になりました。さあペナルティエリアの中に入ります、粘っています三浦、おっとこれはしかし自らボールを出してしまいました。ゴールキックと変わります。歩きっています三浦文武。内藤君にはね、スピードで勝てるってもうマリノスが分かってますね。これはやっぱり堀池君のカバリング、1対1にね、ずっと内藤君と三浦君を競らしたら、ちょっとこういう危険なプレー、エスパルスとしたらちょっと危ない局面が出てくるかもしれないですね。あ、もう意識的に出してますね、あそこに1対1では三浦君の方が早いっていうね。なるほどね、まあ、1本でチャンスになるわけですからね。そういうことですね、はい。さあ左にサノボリが走っていきました。エドゥはどうするか、エドゥ相手を振り切ってまだキープ、まだキープ、一旦戻して大柳サイドチェンジ、あ、これはいい、これは堀池よりもオーバーラップしています。裏中に入った、シュート打てるか、流す流す、あっとオフサイドだ、オフサイドがあった、しかし自信は直しています。シュート打てるか。